こんばんは、白雪 Z です。都城から普通列車でですね、鹿児島中央駅に来ました。在来線の鹿児島中央駅、久しぶりですね。そか、串木の駅、はい、今からあの九州新幹線に乗ってですね、博多まで戻りたいと思います。長かった。何時間だったかな、1時間何分だったかな。長かったですね。はい、私は すいません、はい、これで、はい、お願いします。はい、はい、いいですかね。はい、ありがとうございます。今から美濃の窓口で、株主優待を使って買いたいと思います。あ、すいません、はい、株主優待を使ってですね、はい、次のあのスーパームーンですか、20時55分55分ですね。55分、はい、どちらまでですかね。博多まで。博多までグリーン空いてますか。グリーンですね。ツバメのグリーン。あ、空いてますね。はい。で、すいません。して、はい、博多から小倉までがあのソニックの201号。ああ、かしこまりました。そしたら、そっちはもう自由席でいいです。ここから博多までで気になります。はい。あ、面白いですね。鹿児島中から小倉まで。小倉まで。はい。はい、で、博多小倉間はその1個は自由席で、はい、はい、それお会計7180円ですね。はい、1180円をお伝えいたします。はい、領収書を発行してもらったんで、かしこまりました。その上のお返しです。確かにください。はい、じゃあ領収書ですね。はい、新幹線ホームに行きたいと思います。新幹線入り口って書いてます。はい、入場しました。しましたよ。
12番ホームですね。燕348号、各駅停車の博多行きです。まあ、GPS チェックをするにはちょうどいいかもしれません。あと25分ありますね。あとね、なんか買い物、お店も閉まってますね。なんか食べて帰りたかったな。あ、グルメ横丁というのがあります。でも10分でできるかな。一度出たんですけど、今から九州新幹線ホームに入ります。はい、玉手箱というお弁当を買ってですね、新幹線乗り場で行きます。はい、6号車、10の D です。鹿児島地方の接客はあんまり良くなかったですね。なんか愛想がすごくなくて、感じがあんま良くない人でした。あ、時間があればあのザボンのラーメン食べたかったですね。はい、こちらエレベーターの終わったら新幹線乗り込みたいと思います。その前に飲み物も買っていかないと、車内販売ないですからね、お弁当と。はい、清掃してますね。燕348号、こちらの6号車の10の D に乗ります。 D なので10の D なので前寄りですね。まあ、全駅停車ですね。あ、飲み物なんか買おうかな。知らんの、やっぱ緑茶かな。GPS チェックインですけど、今日は、なので今鹿児島地方で512駅と470からスタートしたので470からスタートしたので、42駅今日回れました。本当はですね、あの仙台まで行ってそこから新幹線で帰る予定だったんですけどね、もう僕はもうバカなので、何ですかね、大畑って書いてあるもう読み方忘れちゃったけど、おバカやったんですかね、スイッチバックのところ、スイッチバックのところで、チェック落とさなかったらよかったんですけど、あそこで落としちゃったばっかりに、自分は情けないっす。この新幹線乗って帰りますよ。燕を鹿児島から博多まで通して乗ったことってあんまりないですよね。まあ、GPS チェックインですけど、あともう一回鹿児島に来たらもう終われるかな、トラブルがなければ。いや、今日も、まあ、なんとかやれるとこまでやったからいいか。まあ、ご褒美にグリーン車乗って帰ろう。ソニックは自由席だけど。R9 編成です。JR 九州の車両です。ここは喫煙ルームですね。R9 編成。はい、この後新幹線乗って帰ります。あ、もちろん各駅停車で GPS チェックインもします。まあ残ってるんです。
仙台と、泉、そして、新水俣、この3つの駅をチェックインして515で今日は終わりたいと思います。そうしないとみずほに乗れなくなっちゃいますからね、また。